力がないくせに全然諦めないんだもんな。魔力がないくせに誰よりも真っ先に誰よりも力強く戦うのよね。そんなアスタが私たちに戦う力をくれた。今度は私たちがあいつを戦わせてあげるんだから。魔力に恵まれなくてずっと悔しかったけど、仲間には恵まれたんだな。バカ野郎どもが、普段の仕事もそれくらい張り切れっつんだよ。さて、どんな魔法を見せてくれるかな。何もかも消えて、君では私に勝てないよ。
君では私に勝てないよ。君では私に勝てないよ。
無限に続く一瞬の時を味わうといい。何もかも君では私に勝てないよ。何もかも消えて
君では私に勝てないよ。何もかも消えて、君では私に勝てないよ。はいはい、お邪魔するわ。ああ、今風呂上がりなんだけど。ああ、ノエルとフィンラルが訪ねた相手、その名をファンゼル・クルーガーという。この男が何者なのか、アスタとどういう関係なのか、話は5ヶ月前に遡る。
グリモワールを手に入れたアスタというのが魔法騎士団の入団試験を受けに王都に向かう少し前の出来事である。アスタはハージ村の近くの森の中で野宿をしながら剣の修行に励んでいた。よっしゃー、気合い入れていくぜ。俺がみんなを守ってやる。高め合う仲間がいる。を味わうといい。
無限に。何私の仲間に絶対怪我なんてさせない。よっしゃー、気合い入れていくぜ。私はもう弱くない。